ギターと出会ったのが小学校3年生の時に、あのマンションの下の階に住んでる、お兄ちゃんがギター弾けて、でその人が弾いててかっこいいなと思って教えてもらい始めて、で速攻挫折して何かって言ったら、その耳であのチューニングができへんくて、自分の耳でキーを合わせることができへんくて、でまあ悔しくて泣いて、もうギターすっぽいって捨てて、でまあでも家の片隅にギターがポンっておるから、あ今見つけて触ってまたポイってして触ってでしてたら、ね、なんとなく弾けるようになり始めたのがきっかけで、でまあ今弾いてるギターと出会ったのは小学校6年の時に、もうお誕生日もクリスマスももうお年玉も全部ひっくるめてもうまとめて、それでもうなんとか買ってくれっつっておねだりしたギターで、で、あの実は裏話を言うと、まあその時とある楽器屋さんで、あのまあ親父とおふくろがクレジットカードで多分買ってくれるっていう流れで、で多分限度額の金額か何かやと思うねんけど、カード通らんかったら今日は買えへんでって言われて、もうその時はもう神様仏様もう女神様もう何かこ もう様という様、もう思い当たる様にもすがり倒して、なんとかこのギターを今日はあの持って帰りたいっていう実はエピソードがあって、でそんな何度かそのゲットできたギターを今でも何十年も使ってるんやけど、まあ、今回は、その、まあ、僕の長い古い古いお友達の何十年も使ってるギターを、引っ提げて、これまでね空海としてもそうやし、いろんなユニットも組みましたけど、一通りちょっと自分が、制作してきた楽曲をあの一度ブラッシュアップして、あのリアレンジを加えて、アコースティックギター一本であの空海として、ライブができへんからっていう試みを、してみようかなと思っておりますので、ぜひ、そんな僕の、音楽の出会うきっかけになった、そして今でもこうして皆さんに、届けさせてもらった音楽を、僕のルーツでもある何十年も、背負ってるギターを、持って、皆さんに、歌をお届けできればなと思ってますので、ぜひ、楽しみに、いらしてもらえればなと思います。私はですね、我らが、大阪はアースダイバー、9月30日、18時、6時からです。ぜひ、お待ちしております。空海でした。